それでは本日の料理です。本日の食材はこちら、牛ひき肉です。牛、前には前は牛のなんていうかな、前も牛肉食べましたけど、前は、こう普通牛ブロック、ブロックじゃない、なんていうの、なんていうんだ、牛肉を切ったやつ、なんかサイコロぐらい、サイコロとも違うんだな。前は牛肉ざく切りのやつを500g、300ルピーで買いましたけど、こちらは 500g、250ルピー、牛ひき肉、ビーフミンス、あるいはビーフキーマでございます。すぐにちょっとぬるぬるしてる。難しいね。ちょっと無理にしてた。500g で250ルピー。400円ぐらいですかね。そう考えると、100g あたり80円なので、悪くない。牛でそれなら悪くない。インドの中では高級食材かもしらんけど、インドのお肉の中では特別高いわけではない。これを炒めます。あ、結構ネチョネチョしてる。このままハンバーグになるんじゃないかぐらいネチョネチョ。よし、すごい、 500g だったら何食になるかな。3食はいけるんじゃないか。しんどくなってきた。きれいに出てこない。待って、焦げちゃう。焦げてるから。意外と綺麗に出てこないんだろうな。辛いな。なんかあれみたい。なんつうの。マグロの、マグロのこういうのがあるんだっけ。あれ？なんて言うんだっけ？なんて言うんでしたっけ？お寿司にあるんだ。砂マヨみたいにして出てくるの。あれなんて言うんだっけ？チューブで売ってるやつなんて言うんだっけ？あれ？なんていうんだっけ。
トロ、ネギトロ、ネギトロか、ネギトロみたいな、ちょっとうまく出てこないな。ちょっと出てきてよ、ちゃんと。待って、むずい。ネギトロみたいになってきた。むずいわ。きれいに取り出すのがむずい。きれいに取り出したいんだけどさ、そこそこも僕にとっては高級食材だからさ、きれいに取り出したいんだけどさ、あ、僕の握力が、うん、しんどくなってきた。よいしょ。よし。よし、こんなもんか。手はきれいに洗わないとね、生に伝わってくる。石鹸できれいに洗いますまで。おう、お肉と格闘してもう8分ぐらい経ったんですね。さて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 、お肉を炒めながら玉ねぎをまず入れます。中火で玉ねぎと肉を炒めます。ピーマンも入れちゃうか。時間かかるか。ピーマンも炒めます。野菜はさっきめっちゃ頑張って全部洗って皮むいて切ってっていうのをずっとやってました。今日使う野菜は、今日使う野菜は玉ねぎ、ピーマン、ゴーヤ、ナス、オクラ、ジャガイモ
あ、あとキャベツだ。キャベツも出てた。全部激安ですからね。肉以外は激安食材ばっかりです。キャベツでかいけど汚れてるな。キャベツはどこまで皮として剥いちゃうか問題って人によりけりですよね。相当僕は割と外側でも食べる方かな。普通がどれくらいなのかが分からない。僕は割と許容範囲が広い。その間に割とちゃんと洗う気がする。キャベツあまり洗わない人もいるけど、僕は割と洗う方だと思います。で、キャベツはもう超適当にちぎって入れていきます。よし、疲れるかっていうと、皮むいたり切ったりするのが一番疲れるんだよ。これはオクラとジャガイモは電子レンジで温めました。それが一番楽です。ご飯はさっき炊きました。
多分ね、牛肉はひき肉だから割とすぐ火通るんですよ。意外と玉ねぎが大変かもしれない。最初にレンジ使えばどうか。よし、待ちます。待ってる間にご飯を取り分けるか。まだ早いか。そこそこご飯も炊き上がってからちょっと待った方が取りやすいんですよね。お鍋になんかくっつく。ちょっと待った方がなんかね、鍋から離れてくれる。経験上です。よいしょ。ちょっと水多めだったかな。ちょっとべちゃっとしますが、インドの米はもともとだいぶパサパサになっちゃうので、このくらいが食べやすくていい。ちょっとベチャッとしてるくらいが食べやすくていいのです。よいしょ。うわ、しんど、腹減った。腹減ったぞー。よいしょ。早く食いたいぞー。よいしょ。仕事終わりで料理するのってやっぱ大変ですね。週末作って作り置きもするんだけど、さすがに1週間分作り置きはできないんで、週の途中でこうやって仕事終わりで料理をしなきゃいけない日があるわけですよ。大変ですね。日本にいるときはね、割と簡単。日本にいるときはね、あんまり作り置きってしなかったんだな。スパゲティを茹でるとか、そうめんを茹でるとか、お好み焼きでっかいの1枚焼くとか、なんかそんな感じで夕飯にしてたから。でしかも食材もシンプルで、玉ねぎとキャベツともやしみたいな、調理が楽なやつばっかり使ってたから。これで冷凍用のご飯は OK。 もう冷めるの待たずにすぐ入れちゃいます、ね、忘れるんで。さあ、そろそろ牛肉、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンに火が通ったか、しんなりしてきたかと思うんですよ。で、こっからなんだよな、どうするのがいいんだろう。
これ以上ね、野菜もう入らないんだわ、フライパンいっぱいで。ここが問題で、難関なんですよ。一回だから、取り分けるか。一回、一時退避させないと多分、入らない。待機するのに器が普通のサイズが足りない疑惑が。入りきらない疑惑がある。うい。よいしょか。やっぱ足りない。もう一個。なかなか牛の臭みっていうか、なんかあるな、肉の臭みが。で、次にこのゴーヤを入れてきます。なんか水切った方がいいな。結構アクが出てる。落としてた。ナスも入れちゃいます。ナスとゴーヤをお肉の残った油と一緒に炒めます。あ、あれだ、生姜とニンニクを入れなかった。失敗した。残念。生姜ニンニクを忘れてた。入れます。失敗したな。炒めるぞい。この野菜たちはね、昨日の夜買ったんですよ。ダンゾっていうお使いアプリがあって、それがね、申し訳ないんですけど、夜中でも買ってきてくれるんですよ。ありがたすぎた。昨日の夜11時ぐらいに注文して、ほんと100円ぐらいですよ。買ったの、そう、合わせ、全部合わせて。ナスとゴーヤとピーマンと、あとバナナとみたいな感じで。買った100円ぐらいの買い物なんだけど、届けてもらっちゃいました。夜11時に注文して、30分、40分ぐらいしたら届きました。ありがたすぎる。絶対にあれはね、あのアプリは赤字だと思う。だってあれでバイクの兄ちゃんに配達料払ってるはずなんで、あんなオペレーションでどうやって利益出すんだろう。で、安いんですよ、そもそも食材自体も。全然ね、普通にお店で買うのと変わんないか、むしろちょっと安いんじゃないかぐらいの値段で売ってるからね。
アプリ、結構ね、ライブのアプリが多いんですよ。競合アプリがたくさんあるから、Zept とか、スイギインスタマートとか、結構ね、3つ4つね、ライバルのアプリが多くて、その中で競争してるから、各社結構キャンペーン的に安かったり、配達料を安くしたりとか、いろいろやってて、やばいっすね、加藤競争起こしてますよ、インドでよくある。誰が多分なんていうかチキンレースみたいな感じになって、誰が最初にやめるかっていうので、体力勝負ね。スタートアップが多いから、まあスタートアップの中でもすでに大手企業に買収されたところもあるけど、基本的にはそうやって出資金を頑張って上げて、割引競争でシェア獲得競争をやってますね。便利なんですけどね、ユーザーからすると。前まであのビッグバスケットっていうネットスーパーをよく使ってたんだけど、それだと配達日の指定とかが翌日とかなんですね。で、まあ別にそれは僕いいんだけど、困るのはその配達の時になって品切れでしたとかって言って注文してたのが届かないってことがよくあったんですよ。ちょっとそれをね、何回もやられると辛いので、最近はね、ダンゾーっていうお使いアプリにお渡ししてます。そのお使いアプリだと、早ければ20分ぐらい、遅くても1時間半ぐらいで届くので、もし何ですか、今のところ品切れでしたっていうのはそれはないんだけど、対応しやすいですよね、すぐやってくれる。実際ね、30分以内に届けてほしいとかってことは特に思わないんだけど、でもすぐ届けてくれると、あ、ちゃんと届いたって安心できるんで、品物あったのねってことで安心できるんで、やっぱ早い方が助かるっちゃ助かる。結構ね、前ビッグバスケット使ってた時は指定の時間に来ないことが増えてきたんですよ。多分ね、ドライバーが捕まらないんじゃないかな、捌ききれてないんだと思う。指定の時間に来なくて結局なんかキャンセルされちゃったり、すごい遅れてきたり、まだ来ないのかまだ来ないのかって待つのが嫌です。加藤競争安くて便利なのはいいんだけどね。あれも結局、配達員がめっちゃ、配達員が歩合制っていうか、めちゃくちゃ安、人件費が安いから成り立ってるんですよね。だってバイクで2、3キロ走ってきてもくれるんだけど、それで配達料がタダとかなってて、多分実際にはサービス側から2、30ルピー払われてるんですよ。でもそれで半径走って3、40円って大変やな。2、30分拘束されて大変だなと思って、多分1時間走り回っても100円とか200円にしかならないです。大変な仕事だなって思います。ね、それをなんていうのかな、搾取だと思ってそんなサービスを使うべきではないって考える人もいるだろうけど、でも端的に見ればやっぱり使ってあげた方がその人たちの手取り収入が増えるわけですからね。使わないことは別に解決がつながってないんですよね。雇用を生んでるとも言えるから難しいな。そんなこんな言ってるうちにだいぶ日が通ってきましたね。
で、さっき一回取り分けた、一時待機させた肉を全部入れて、ちょっと一回温めます。余熱みたいな感じ。余熱みたいにして、温めて、蓋をして、弱火にすった。OK! 完成。完成です。味見してねえな。味見だけでもするか。疲れた。お腹すいたわ。とりあえずお腹すいたわ。今何時だろう。8時ぐらいになっちゃったかな。この牛肉ね、普通の買うとね、すごい硬かったんですよ。うん。でも、ひき肉だとやっぱ美味しい。食べやすくて。もう硬くて、顎痛くなっちゃったもん。うん。素晴らしい。ということで、これだけでございます。もう完成したので、動画はここまでにします。さようなら。